初めは確かに困難かもしれないわね。めげずにもう一度やってみましょう。優雅さを保つことに専念してね。So we can't, step on those things. For some reason, that sort of stopped that? What the hell? Is that it? 上出来じゃない。私の予想よりずっといいわよ。ありがとう。まといにならなくてよかったぜ。これでオイラたちも立派な貴族になれたんだな。いいえ、まだ始まりに過ぎないわ。さっき経験したのは一番簡単なケース。実戦ではあんな風に立ち止まって分析する機会なんてない。見て、前方に魔物を引き寄せる地脈沈積があるわね。 Where?I'm not seeing it. 激しい戦いの中で冷静に戦況を判断してこそ真に優雅と言えるわ。小さい頃から家族のしつけが厳しかったのよ。さあ行きましょう。 All right. It's behind this fucking... What the... この地脈沈積ね。起動して。吹き飛ばされたり凍らされたりしないでね。優雅じゃなくなるから。こんなに優秀だと思わなかったわ。雪山という環境下でも思い通りに行動できるなんて、私でも君のようにはできないかな。これならもう私から教えられることはないかも。さっき言っただろ、こいつは冒険に関してはすごく得意だって。これでオイラたちも合格ってことだよな。早くここを離れようぜ。おいらもう凍え死にそうだぞ。待って、私が褒めたのは彼よ。君に関してはまだまだ特訓が足りないわ。おいらも特訓対象だったのかよ。ええ、そうよ。特訓の時君だけそこら辺をうろうろと飛び回ったりして全く優雅じゃなかったわ。私の教えをちゃんと聞いてなかったんじゃない？そんなことないぞ。オイラはずっとお前の身の安全に注意を払ってたんだ。Oh my god, it's been so long since we actually gotten a Paimon moment, right? Like even in Zhongli's second story, like Act 2, I think we didn't get much of Paimon. どんな理由であれ、私の話を聞き流したことについては忘れないから。はあ、まったく。これを飲みなさい。なんだこれ。もしかしてオイラに毒を？違うわ、ホットミルクよ。ほう。凍え死にそうなんでしょ。温かいミルクでも飲んで体を温めなさい。おお、ありがとう。でもさっきは恨めしそうに忘れないって。だからこそこんな心配をしているんじゃない。私が復讐する前に凍え死なれたら困るでしょ。だから小さいの死なないでよね。うわ、やっぱり
だぞ。復讐のためにしただけよ。感謝されるようなことじゃないわ。復讐のためって言ってたんだ。面白い。さて、そろそろモンドに戻りましょう。所作の特訓も終わったことだし、次で最後よ。私の叔父に手土産を渡す準備をしましょう。いい考えがあるの。鹿狩りのサラのところに行きましょう。OK。でもその前に。Oh, goulash, there we go. Oh my god, the fan service! Ah, Eulua! それに栄誉騎士! こんにちは! Amba! また会ったな! オイラたちってつくづく縁があるよな! えへへ! 私もちょうど場外から戻ってきたばかりで鹿狩りへご飯を食べに来たんだ。どうせなら一緒に食べようよ。いいわね。長いこと一緒にご飯を食べていなかったものね。さあ、君たちも座って。手土産のことは食べながら話しましょう。追加で注文するものはありますか？私の叔父は漬け野菜肉炒めが好物なの。後で叔父に届けるから。これを一つテイクアウトでお願い。はい、わかりました。ただ、準備に少し時間がかかりますので、後ほどカウンターまで取りに来ていただけますでしょうか。ちょっと待って。この満足サラダって、アンバーが注文したの？違いますよ。彼女が野菜を注文していなかったので、私からおまけとしてお出ししました。注文していないのに勝手に出すなんて。このことは忘れないから。こんなことまで覚えておくのかよ。もう初めて会ったわけじゃないんですし、私がこういう人なのは分かってますよね。では私は漬け野菜肉炒めを準備してきます。ごゆっくり。はあ、まったくサラったら。いつかまとめて生産してあげるわ。でもなんで漬け野菜肉炒めを手土産にしたんだ？そんな料理聞いたことないぞ。鹿狩りの裏メニューなのよ。おじみたいに常連客だけが知っているの。旧貴族にふさわしい味わいをしているわ。でも漬け野菜は酸味が強いから苦手な人も多くて、だんだんと誰も注文しなくなってね。エウルアに勧められて一回食べたことあるけど、飲み込めなかった。だから私はあれを復讐肉炒めって呼んでるよ。私と好みが全然違うのね。意外だわ。でも思わぬところで復讐を果たせたみたいで嬉しいけど。当然よ。彼女みたいに誰にでも借りを作る子なんてモンド中探してもそういないわ。その冗談、普段なら大丈夫だけど誤解されるから栄誉騎士の前ではやめてよ。エウルアはいつも恨みやら復讐やら言ってるけど、それは彼女の生き方なだけで、実際はそこまで気にしてないから。気にしているわよ。はっきりと覚えているわ。もうアンバーったら本当に憎らしい。オイラにも分かってきたぞ。エウルアって実は単純にいい人なんだって。優しくするならそんなにひねくれなくてもいいのに。小さいの。君は私みたいに罪人として扱われたことないでしょ？それはそうだけど。だったら当然知らないはずよ。悪人が善人になるのはとても困難なの。私は善人になれないし、なるつもりもない。ちょっと、そんな深刻な感じにならないでよ。冗談だから。早く食べましょう。冷めてしまうわ。お腹いっぱい。サラさんのところでお会計してくるね。大丈夫よ。モラはもうお皿の下に置いたわ。直接お会計に行ったら、サラはきっとあのサラダ代を受け取らないだろうから。
私の復讐に対する執着を見くびらないでほしいわね。そんな隙をさらに見せるわけにはいかないわ。OK。さて、あとは私の叔父に会うだけね。彼は清泉町近くの山上に拠点を持っているから、普段はそこにいると思うわ。え？オイラはてっきり、エウルアも一緒に来るのかと思ったぞ。それは少し都合が悪いかな。私がいない方が順調に行くと思うわ。そうだ、さらにお願いしたテイクアウトを忘れないでね。私も引き続き野外調査をしてくるから、またね。え、またね。君たちって本当に面白いわ。はい、こちらが漬け野菜肉炒めです。味が落ちないよう熱いうちに食べることをおすすめします。もしエウルワさんに何か変なことを言われたのなら、あまり気にしないでください。なあ、聞きたいことがあるんだけど、エウルワがモンド城の人に話しかけた時、みんな彼女のことを悪く言ってたんだけど、でもさっきのエウルワとアンバー、それにサラとは仲が良さそうだし、ローレンスという姓はモンドの人にとっては拭いきれない重い意味があります。一度でもこの姓を認識してしまえば、皆さんエウルワではなくローレンスとしか見なくなるのです。ですのでエウルワさんが何をしようとも有罪になり、何をやっても無意味なのです。じゃあどうしてサラはエウルアに対して他の人と違う考えを持ってるんだ？彼女がセピロス騎士団に入った時、それはもう大騒動になったんです。大勢の人が彼女の入団撤回を騎士団に求める署名活動を行ったほどでした。一方でローレンス家の方からも一族の人たちが騎士団へと押しかけ、エウルアさんに説明を求めました。うわぁ、両方怒ってたんだな。はい、エウルワさんがどれほどの覚悟と決心を持っていたかが伺えます。幸いにも大団長ファルカさん、そして騎士団の他の人たちも確固たる意志で入団を迎えていたため、事態は収束しました。しかしそれはただ奥深くに押し込まれただけで、根本的な解決には至っていないんです。一般人から見れば彼女は騎士団の汚点であり、ローレンス家の人から見れば彼女は一族の災いでしょう。しかし彼女はただ黙々と騎士の責務を全うし、人々を助けています。私も彼女に助けられた一人なんです。エウルワさんはみんなから理解と関心を得るべき人だと思います。少なくとも公正な扱いを受けるべきです。はい、その日がやってくることを信じています。この一件が片付いたらもう一度エウルアと話してみるよ。今ならどう彼女と接していいか分かる気がする。それは良かったです。口に出さないでしょうが、きっと彼女もすごく喜ぶはずです。では行ってらっしゃい。また来てくださいね。You know, I'm surprised that even Sara has, I'm pretty sure, has more screen time than Jean in like those sort of, you know, animated, you know, cutscenes or like dialogues and like story quests and arcs. It's pretty funny, not gonna lie, but I mean, hey, I guess it is what it is. Cause like, I don't know if I should, but like,I'm gonna count events as well, you know? This is pretty funny. This is 100% new. I do not remember. Really, man? Oh, sorry. I do not remember a camp being here at all. At all. テントはボロボロだけど、すごく立派な椅子が一つだけある。Ah!The asset that is in the realm. これも貴族のこだわりの一つなのか？また貴様たちか。しつこいぞ。
かぬこと？悪くない、ふさわしい言葉だ。いいだろう、私も心が狭いわけではない。以前の無礼は水に流そう。何か話があるのであれば聞いてやらなくもない。うわ、すっごく上から目線だ。なるほど、同志であったか。構想、すなわち無能な騎士団に抗うこと。貴様、大義をわきまえておるな。いいだろう、元から私の本意は貴様の品格を試すこと。やはり貴様もその道を歩むものであったか。試してたのかよ、回りくどいやつだな。These Paimon one-liners are so good. I am... うん、礼儀作法については合格だ。この短期間でよもやここまで進歩するとは。その言葉遣い、一体どこから学んだのだ？なるほど、聡明だな。モンドの愚民どもと比べ実に逸材である。貴族の血統であれば無限の未来があったはずだ。 I think that's a bit too far, because what we just did just changed the way we talk. I mean, that is a good thing, I guess, like in likeRelations and stuff, like the way you talk changes a lot, but still, you know. そうだ、オイルたち手土産を、ご飯、些細な贈り物をどうぞ受け取ってください。Yes! Never thought I'd see the day when Paimon will say ください。なんと、これは漬け野菜肉炒め。外面を取り繕っただけでなく、しっかりと内面も磨いてきたか。今の若者でもやろうと思えばできるではないか。ちょうど長いこと食べていなかった。いや、食事の時間だ。ありがたくいただく。ははっ、オッケー。おお、香ばしい。やはりこの味だ。変わっていない、この酸っぱさ。これこそが貴族にのみ理解できる味である。 Not gonna lie, the Japanese dub is insanely good for this one. I can't really seem to see the English one being as good. I don't know, I'm being biased, but I mean, hey man. そんなに言われると味が気になってきたぞ。 True. Hopefully, I mean, maybe that's actually Eola's, you know, special dish or whatever. Maybe. いいだろう。貴様たちの誠意は受け取った。ここまでしたのは何か私に用事があるからなのだろう。そこまで知っているのか。それは我々一族の機密。いいだろう。その礼儀作法、将来有望な逸材であることは間違いない。信頼に値すると見た。では私について来い。ちょうど今人手が必要だったのだ。遠方から来た友に会いに行く。彼らならローレンス家の栄光を取り戻す手助けをしてくれる。ファディだろうな。礼儀作法だけでオイラたちを信用したのか？さあ、ついてこい。それで何もかもわかる。あいつが言ってたのってファデュイじゃないよな。もしファデュイにバレたら大変だ。何か対策はあるか？ Shouldn't we like wear masks like we did with Dilok?おや、どうしてマスクを？そうだな、あやつらの実力が相当なものであろうとも
モンドにおいては我々の地位の方が上。そうなれば確かに容易に正体を晒すべきではないな。その辺にしておこう。お前の機転が効いたおかげで怪しまれずに済んだな。では引き続き進もう。彼らには貴様が私の客人であると説明しよう。私たちに賛同する者はたくさんいる。すぐに会えるだろう。少し前にセピロス騎士団の人間がこの場所を片付けたと聞いてな。モンドではやはりここが隠れるにふさわしく土地も開けている。ボロくて貴族の品格にはそぐわないが、それも我慢するしかあるまい。っていうかもう少し早く歩けないのか。無論お断りだ。貴族はいついかなる時も優雅さを保つ必要がある。落ち着きがなければみっともないからな。Alright, before we go there. Okay, these assets are somehow here. Wait, the small one isn't here. Maybe that's cut, I don't know. You can stack books? That'd be cool. そう。やっぱりファデュイだ。やっぱり？城内でよく見かけるからな。相当な実力者だろうなって思ってたんだ。ただの野蛮なよそ者だ。武力はあるが教養がない。まあ取引の対象としては利用価値があるがな。Okay. 旧友はもういない。いつかまた。Wait, can we talk to them? 準備万端なのに、なんだか嫌な予感がする。Oh, chest. Okay. 何者だ？誰かに連れてこられたのなら勝手に歩き回るなよ。Fair enough. Boris. 用がないならうろうろするな。Shush. 待った。この者たちは。話す必要はないと思うが、私が連れてきたんだ。客人に決まっているだろう。客人に無礼を働けばローレンス家からの咎は避けられないと思え。しかしこのことは機密中の機密。用心に越したことはない。貴族の行いを貴様が指図するな。これ以上の無駄口はごめんだ。道を開けろ。偉そうにこいつに何ができるって言うんだ。わかった、入れ。Easy clap. 貴族のメンツって便利なんだな。当然だ。これが名声という力だ。前世紀であれば貴族に対しあんな言葉遣いで話すなど言語道断だった。貴族の目配せ一つで人の生死を決めることだってできた。その栄光もいずれ私が取り戻す。This is actually behind the Diluc one, which is crazy to think. 平気率先人。こいつどこかで会ったような。No. You cannot see my face. It is blocked with Zhongli's dong. Thing. God.こいつは信用できないものを勝手に連れてくるのはやめてもらいたい。私の新たな盟友だ。ローレンス家の名に誓って彼を信じてもらって構わない。我々の計画は機密なんだ。部外者を参加させるわけにはいかない。
それに最近騎士団に外の人間が加入したと聞く。モンド周辺で活発に行動しているらしい。それはありえない。彼は旧貴族の礼儀作法にも詳しい。私も彼に敬意と信頼を表す必要がある。騎士団の人間はこの種のことを否定し続けてきた。こんなにも完璧に礼儀作法をわきまえるなど絶対に不可能だ。その小さいのも。オイラがどうかしたか？もういい。私の言うことすら信用できなくなったのか？誰のおかげでモンドで行動できているのか忘れたわけじゃないだろうな。You know, I've been noticing that they've been using this sort of standoff camera thing recently. ローレンス家の支援がなければ、とっくに騎士団に追い出されていただろう。That's very true. That is very true. 貴様は私の友を侮辱した。今すぐ心から詫びてもらう。わかった。あんたがそこまで言うなら、もう何も言うまい。本題に入ろう。約束していたモンド城の防衛地図は持ってきたか？うそ。そこまで？早速そんな生々しい取引を？I'm just gonna let it play for a bit. ああ、当然ここにある。どれどれ、なんでこんなに見づらいんだ。線がくねくねしている。それにこの四角や丸はなんだ。なんだと？それは私が長時間かけてコツコツと書いたものだぞ。それにそれは四角や丸ではない。シェピロス騎士を表すマークだ。まあいい。見づらいがどうにか理解はできる。この情報が正しいという保証はあるんだな。当然だ。安心するがいい。それとローレンス家の旗を騎士団本部の屋上に掲げる約束を忘れるなよ。へえ。あの建物の所有権並びにこの町全体の管理権はローレンス家のものだ。ああ、互いに利のある取引なんだ。利益の駆け引きをするつもりはない。この情報は存分に使わせてもらう。そうだ、外交に影響を及ぼさないためにも、いかなる場合でも我々の身分を明かさないでくれ。安心しろ。このことは私と貴様、そして私の友人のみが知ることだ。他には誰もいない。その時が来たら、私は騎士団本部の屋上からモンドに対する奴らの軟弱な統治を批判してやる。全ての市民は今一度このローレンスに屈服するのだ。 How did you get there? 帰ってきた。私は帰ってきたぞ。最後に一つだけ忠告だ。軽率な行動はよせ。ではこれで。ではこれで。急にどうしたんだ？モンド城セピロス騎士団栄誉騎士、そしてその最高の仲間パイモン。お前たちの邪悪な計画を打ち砕きに来たぞ。エンブリー、私を騙しただ。我々が誇る礼儀作法という噂で私の信頼を騙し取ったのか。そういうことを盲目的に信頼する方が悪いんだぞ。 True. Tell her. Tell him, Paimon. Tell him. 長きにわたり計画してきたのに、こんなことでバレるなど。待っていろ。 We just gotta let it, okay? はあ、やはりこうなったか。最初からこんなバカな貴族を信用すべきじゃなかったな。しかし情報は確かに手に入れた。時間を無駄にはできない。あいつら別々の方向に逃げたぞ。中は行き止まりだったはず。先にファデュイを倒して、それからシューベルトを捕まえよう。 So
to open? Not yet, right? Oh my god, that hurt. Tendo, ここにある。運命よ、ここにいてよ。その命、いただいたわ。扉が開いたぞ、早く。 But wait, what about that? I mean, okay, I guess. あれは、エウルア？へぇ、奇遇だな。離せ！自分で歩ける！どうやら間に合ったようね。確かにファデュイがたくさんいるわ。あれ？君もここにいたの？調査は終わった？まさか。こやつの礼儀作法は全部お前が教えたのか？しかしお前はそんなこと気にもしていなかったはずだろう。それに一族のしきたりを部外者に教えるなど言語道断。I lost. ああ、そんなこともあったっけ。それで、そうしちゃいけない理由でもあるの？お前は一族のタブーを犯した。私がずっと準備してきた計画を台無しにしたんだぞ。おじさんがすごく力を注いでいたのは分かっているわ。でもこれはやってはいけないこと。もちろんそれくらい知っているはず。セピロス騎士として見過ごすわけにはいかない。まだセピロス騎士などと、んたわけが。いいか、私はお前のおじだ。お前はローレンス家の人間で、一族の栄光を取り戻すことに専念すべきなんだ。今ならまだ許しを請うチャンスをやろう。そこのセピロス騎士を全員やっつけて私と来い。そうすればお前のために話を通し、やり直す機会を与えよう。ちょっと意味がわからないわ。セピロス騎士にセピロス騎士をやっつけろって？もう一度言う。お前はセピロス騎士などではない。我ら一族の末裔だ。ローレンス家の血が流れている貴族だ。一族の意志に従わなければならない。Was that tremor actually intended? What was that? でも今の今まで私がいつ一族の意志に従ったというの？お前、大逆無道なやつめ。ほう、You went too far with that, mate. 怒るべきなのは私の方だと思うけど、自分がローレンス家の一員であると知りながらモンドの安全を脅かすことをしようとしているなんて、一体どれほどの人に迷惑をかけるか。そしてこのことを鎮めるために私がどれほどの人から恨みを買うか考えたことある？私に説教しようというのか、この私に？そうよ、説教しているの。おじさんが最も大切にしているローレンス家の名においてね。私はおじさんが言っていた栄光の時代を経験したことがない。それに対する一族の強い固執も理解できないわ。それでも物事の良し悪しを判断するくらいの能力はある。自由がモンド人にもたらす意義もね。ローレンス家は絶対におじさんが考えているようにはならない。なんておぞましいんだ、一族の恥さらしめ。よもや一族にお前みたいな大逆無道な化け物が現れるとは。情緒不安定になってるぞ。優雅さのかけらもないな。何を言っているかわからないわ。彼を連れて行ってちょうだい。私と栄誉騎士はまだやるべきことがあるから。おお。君たちが動いたということはもう決定的な証拠をつかんだということでいいのかしら。さっきこっそり見たんだけど、お前のおじさんがセピロス騎士の見回りルートといろんな情報を全部地図に書き込んでたぞ。はあ、ただの自堕落な中年かと思っていたけど、まさかここまで執着していたなんて。この一件はしっかり覚えておくわ。ひとまずその地図を回収しましょう。
Let's go! Oh man. She's dead. Okay. Kitazo! Aitra o nigasta! Nanko o furaku! Akirame! Hey! Yo! Hey! ジャッジメント見てよ天理チョーク剣女盤石やっはっ砕け散れ死の聖職岩山八九私は粉々よよっそれ兵糧のようにうならっそら、わめきなさい。はい。おまいがー。目には目を。おー、the passive is on! The passive is on! Oh my god! 粉々よ。よっ。よっ。Oh, okay, okay. I can actually see the stats. 結晶せよ。はい。God, dude, that stack looks so sick. Oh my god, dude. That looks crazy clean. Ganzan Hachiku. Savaita Nia! Asoko ni aru no, Bouei Chizu da yo na. Tatakai wa sakerare nai yo da na.バデューに歯向かったことを後悔させてやれ装甲のオンよっ砕け散れはいそれオーマイガーッそれジャッジメントこれね追っている間にコピーを作られたかどうかまではわからないけど少なくとも彼らの操り人形であるおじさんがいなければモンドに攻め入ることも容易にできないはずよファデュイがお前のおじさんを頼る必要なんてあるのか確かにでも操り人形を通してモンドを支配するのではなく単純に攻めるだけならこんな回りくどいやり方をしていなかったと思ういかにファデュイでも今すぐ攻め込んでくるとは思えないわそうなったら彼らの相手はモンドだけにとどまらないものとりあえずこのことは私から代理団長に報告しておくわきっと彼女がきちんと処理してくれるはずよそうだぞ現れるタイミングがバッチリだったぞそれは以前私の追っていたファデュイを君たちに撃退されて手柄を奪われたでしょだから今回は君に復讐するために来たのよ手柄を奪われたのなら奪い返すってねひひここまで長い時間一緒にいるとお前の話もだんだんと分かってくるな本当はうすうす気づいてたんだろこっちに何かトラブルが起きるかもしれないってそれでオイラたちとお前のおじさんを心配して正体を引き連れてきたってことだよな復讐しに来たの勝手に私の意思を曲げないでちょうだいでも小さいの見た目は賢くなさそうなのに意外と頭が働くわねこの恨み覚えておくわ見た目は賢くないってどういうことだ二人ともこれで私たちは深い敵同士になったわね覚えてなさい君たちが灰になっても絶対に忘れないんだからおうかかってこいその息よじゃあ私は地図を騎士団に持って帰るから後のことは私に任せてあまた会おうなもちろんまた会えるわ次会う時私をがっかりさせないでよね
Alright, that is the Eula story complete. That is pretty long, not gonna lie. We got Primal Gems though, that's what matters, I guess. Okay, cool. Is there anything else? No chests? Oh! Oh my god! Don't mind if I do? Alright, well, I guess that's it for the story quest. That was not bad. That was actually not bad. I sense a few things that were like, you know, obviously rushed. But at the same time, I guess the way they compensate that is to make her stupid OP. But yeah, I mean, I guess that's it. Hopefully you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching. I'm not sure if I want the Eula or not. Like, of course I want a 5-star, but like, I'm not sure if I would just, you know, like, go for her because I really want Ayaka. But yeah, I mean, that's another discussion for another video. Hopefully you guys enjoyed the video. Thank you so much for watching. It's been Sage, and I will see you guys later.